うさぎさん、ゆきさん、ちょっといいかな。申し訳ないんだけど、今日どちらかに1時間ほど残業してほしいんだ。頼むよ。すみません課長、私は子供がいますので残業はできません。私もすみません、今日は応援しているアイドルのライブがありますから。そこをなんとか頼むよ、どちらかでいいから。だったらうさぎさん一択じゃないですか。私は子供の世話があるんですよ。うさぎさんは独身だし、ライブに行きたいだけでしょ。いやいや、それっておかしくないですか。お子さんは保育園ですよね。1時間くらい延長してもらえばいいですよね。あのね、うさぎさん、保育園の延長は有料なんですよ。簡単に言わないでください。ま、あなたは子供がいないから知らないと思いますけど。それを言ったら、私だってお金を出してもうチケットを買ってあるんですよ。行かなかったら損じゃないですか。遅刻していけばいいんじゃないですか。あのさ、さっきから私の趣味に対してリスペクトがないよね。そのくらい別にいいじゃんって態度やめてくれませんか。私にとってはとても価値があることなんですから。じゃあ聞きますけど、アイドルのライブと子育てとどちらが尊い行為だと思うんですか。常識で考えればわかりますよね。アイドルはあなたなんか来ても来なくても気づきもしないですよ。でもうちの子にとって母親は私一人しかいないんですよ。はい、決まり決まり。じゃあお疲れ様でした。ちょっと待ってよ、おかしいだろう。私は別に子育て全般の価値を否定してないでしょう。今日一日の1時間の延長保育を提案してるだけでしょう。あと、いちいちトゲのある言い方をするのはやめませんか。前から気になってましたけどね。独身や子供のいない人間を見下してますよね。別に見下してないですよ。ただ、羨ましいなって思うけど。こっちは毎日毎日自分を犠牲にして休みもなく子供や旦那の世話をしてるのに、独身の人は自分のしたいことだけしてればいいんですからね。いいな、いいなって思いますね。だからさ、残業くらい引き受けてくれればいいじゃない。別に。いやいや、結婚も出産もあなたが自分の希望でしたことですよね。それで自分を犠牲にしてるって変でしょ。大変なのはわかりますけど、犠牲者はむしろこっちですよ。あれこれ侮辱されて残業を押し付けられそうになってるんだから。あなたさ、私に嫉妬してるの。別にしてないですよ。キャハハ、顔が真っ赤じゃん。本当は羨ましいんでしょ、私が。でもさ、自分が紐手で結婚できなかったからって私に八つ当たりをするのはやめてくれないかな。そういう性格だから男に嫌われるんだよね。自分の責任だよね。あなたこそつまらないマウントを取るのはやめなよ。いっつもいっつも子育てが忙しい、旦那がめんどくさい、仕事を辞めたいってアピールしてるけどさ、知ってるよ、あなたの旦那派遣社員ですよね。それで解消がないから自分が働かざるを得なくて忙しくなってるんですよね。その程度の男しか捕まえられなかった、その程度の女ってことですよね。それでなんで偉そうにできるの。それで何か言われるとすぐにママは大変なんだって、自分は犠牲者で弱者なんだってアピールするじゃん。人に迷惑をかけているのは自分なのに。あのさ、うさぎさん、日本が少子化なのは知ってる？さすがに知ってるよね。小学校の社会の授業でやったよね。そんな中で私は国の未来に貢献してるんですよ。もっと敬意を持って言葉遣いに気をつけてください。
あなたのような何も生産しない非モテの独身子なしとは違うんですよ。うちの子も大人になれば働くし、税金を払うんです。でもあなたたち子なしは年を取って介護を受けるだけですよね。税金泥棒ですよ。はっきり言って子育てママへのフリーライダーです。出産の苦労も子育ての苦労も知らない人がどうして私のような頑張っているママに噛みついてこれるのか全く理解できません。あなたは日本社会のお荷物であることを自覚して、私たちママに対して謙虚になるべきです。ちょっと待ってよ。小割りこそ、税金でサービス受けまくってるじゃん。子供手当とか、なんちゃら無償化とかさ。私にはそういうの、全然ないよ。実質的に、独身税を払っているんだよ。あなたがひもてなのが悪いだけでしょ、ブス。悔しいのを、悔しいのを。悔しかったら結婚してみろよ。ま、40近いブスには無理でしょうけど。あ、ムカつく。ねえ、課長を、いっそこの人を殺しませんか？政治家だって、子供を作れ、子供を作れって言ってるじゃないですか。子供を産まない女は非国民なんですよ。日本のゴミです。殺した方が日本が綺麗になると思いませんか？確かにそうだな、ウサギさん。君は生きている価値がない。価値のない人間が生きているのは目障りだ。な、何を言って。ズドン。やった、やった。ざまあみろ。あ、すっきりした。これで子育てママにとって、暮らしやすい社会になりましたよ。ありがとね、課長。ふふん。よし。じゃあ残業はユキさん。頼むよ。ウサギさんは死んじゃったからね。まったく、これだから男の上司は、女性の生きづらさがまるで理解できていないんだから、おっさんなんてみんな死ねばいいんだ。おっさんは女性の敵だ。日本のゴミだ。女性ばかりが泣かされる。この男性支配社会を変えてやる。ズドン。